デブ菌を退治して痩せる方法をお伝えします。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せる情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひ受け取ってくださいね。それでは早速1つ目の項目です。なぜデブ菌がそもそも増えてしまうのかっていうその原因についてお伝えしていきます。デブ菌はですね、悪玉菌のことなんですよね。腸内環境、腸内細菌の中に善玉菌と悪玉菌と日和見菌というね3種類の菌たちが暮らしてくれてるわけなんですけども、その中でもやっぱり悪玉菌イコールデブ菌が増えてしまってる腸内環境の方っていうのが太ってしまうということなんですよね。逆に痩せてらっしゃる方っていうのはその善玉菌痩せ菌が多いわけです。その差が太っているか太っていないかの差ということなんですよね。ただじゃあなぜそのデブ菌が増えてしまうのかっていうその原因が4つあります。1つ目はストレスを抱えている方、2つ目は食生活が乱れている方、特に悪玉菌デブ菌たちが喜ぶ餌となるような甘いものとか脂っこいものとかね、そういったものを常日頃から食べてらっしゃる方、あとは睡眠不足の方も悪玉菌増えますよ。そして低体温の方、要はお体がこう常に冷えてる方っていうのもデブ菌が増えてしまうんですね。なのでいかがですか、一つでも当てはまってる私っていう方はどんどんとその悪玉菌が増えてしまって結果太ってしまう体質にね、こうどんどんとこう負のスパラルへとね入ってしまっているっていうことなんですね。では2つ目の項目です。何をということで、一体腸が何をしてくれると悪玉菌を減らすことができるんでしょうかということでお伝えしていきますね。要するにですね、腸の大掃除ができればいいんです。これは MMC と言います。電波性消化管収縮運動のことなんですよね。でこの時に殺菌性の消化液が出てくれていて、腸内にいる悪玉菌デブ菌をね殺菌処理、してくれてるわけです。どんどんこう退治をねしてくれてるわけなんですよね。そしてこの MMC が働いているサインがあるんです。ご自分で見分けるサインがあるんですよね。それはいつでしょうかと言いますと、お腹がグーグーっとその鳴っている時、そのグーっと鳴っているその時がこの MMC の運動がもうまさにですねしてくれているっていうサインになるんですね。では3つ目の項目です。どのようにということで、では先ほどお伝えした MMC の運動ですね、どのようにすればどんどんその運動をね腸にしてもらえるんでしょうかっていう簡単な方法がありますよ。これをすることであなたは腸内細菌のそのデブ菌ですよね、悪玉菌をどんどん MMC の動きでもどんどんこう退治してもらい、善玉菌がこう生き生きとね暮らせるような状態にすることができますから、ぜひね、もう今すぐできますか、取り組んでみてくださいね。それは空腹時間を作ればいいということなんです。先ほど少しヒント出しましたが、お腹が空いてきたなとか、そこまで空いてなくてもこう要はグーグーと音鳴りますよね、ゆるゆるとか、違うね音だとまた別のお腹の調子が悪いだけかもしれないので気をつけていただきたいんですけれども、健康な時にお腹がグーグーって鳴ってるその時が運動なわけですから、今まさにですね悪玉菌を退治してくれてるサインの時にすぐ食べないっていうことなんですよね。しばらくお腹を空かせてあげて、グーグーと鳴らしてあげる、空いてなかったとしてもお腹がグーグーって鳴り出したらやったーですよね。お腹鳴り出したぞーっていうことです。その時にしばらく放っておけばいいんですよ。1時間ぐらいすぐ食べずにですね。だってせっかく MMC が動いてるんですよ。もう腸がどんどん退治してくれてるそのお時間をうまく使うっていうこと、その時にどんどんデブ菌を減らしてくれてるわけですから、しばらくお腹が鳴り出したら 1,2 時間放っておきましょうねっていうことなんですよね。そしてその後に善玉菌たちが喜ぶような餌となる、食物繊維であったりですね、そういったのをよくよく噛んで入れて差し上げると、そこでしっかり痩せ菌たちがやったーってね、もう悪者はいなくなった、しかも私たちの餌が
やきたってこう元気になってくれるわけですよね。そこを味方につけるっていうのは空腹時間を作りましょうねっていうこと、そこで痩せ体質へと生まれ変わることができるんですよっていうことになります。いかがでしたか？お腹がグーグーと鳴った時に 1,2 時間食べない、そういったお時間を作ってあげることで、あなたの腸内にいるデブ菌たちがどんどんいなくなってくれるわけですから、これはもうね早速試していただきたいなと思います。そしてプラスアルファ善玉菌、痩せ菌たちが喜ぶような食物繊維をたっぷりとってあげましょうね。またタンパク質もしっかりとることが大切ですよってことをお伝えしたくてこの動画をご準備しました。さあいかがだったでしょうか？お役に立っていただけたらとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。